次に平塚隆樹君、はい、平塚君。自民党の平塚隆樹でございます。このような質問の場をいただきまして心から感謝を申し上げます。先ほど質問された若い先生と私が同じ選挙区でございまして、同じ選挙区であるということはやっぱり気が合うということで、私も水の質問についてさせていただきたいと思います。20世紀の戦争は石油をめぐって争うものであり、21世紀の戦争は水をめぐって戦うことになるだろうと、1995年当時の世界銀行の副総裁でありましたイスマイルさんが警告した言葉でございますが、20年経ってまさに今現実になりました。今現在世界において11億人の方々が適切な飲料水を保有すること確保することができず、また26億人の方々がいわゆる下水処理、正確なしっかりとしたそういったものができないために、工業排水や生活排水によって汚染をされていて健康を害されている。そしてまたそういった汚染が彼らの水源にまで達し、ますます適切な飲料水の確保ができなくなっている。その結果10年後の2025年にはいわゆる世界人口の約3分の2の方々が適正な水を確保できずに苦しむという推測のデータがあります。今現在世界の人口は70億人、2025年には80億人にも達すると言われております。その80億人の方のうちの3分の2の方々が水で苦労する時代があと10年後にやってくるという推測のデータがございます。また日本の隣国でございます中国、この中国という国は今現在水不足が深刻でございます。いわゆる一人当たり年間使える水の量は中国の国民の一人当たりにおいては2700立方メートルしかございません。これは世界平均の4分の1の量しかありません。それが2030年までに約16億人まで達した場合には1760立方メートル、これを量しかない。世界的に水不足と言われているのは1700からでございますから、限りなく水の足りない状況になっているのが、そしてまたそうなるであろうというのが隣の大国の中国であります。そしてまた水質を考えますと、中国の水質、都市の地下水の約 90% は汚染されていて、また 75% の河川、湖、沼がもうすでに汚染をされている状況でございます。つまり中国はこれから自分の国の国民に、まあ、水を飲ませるために戦略的に、そして国を挙げて水を確保しなければなりません。そういった国がまず日本の隣にあるということを皆様方認識していただかなければいけません。そしてまた23年度末の林野庁のデータによりますと、今まで外国企業による森林の買収、いわゆる水源である森林の買収は49件、そして東京ドーム160個分760ヘクタールもの面積がもうすでに外国の企業によって買収が済んでおります。皆さん冷静に考えてください。中国の水質、先ほど非常に悪いと言っておりました。インターネット等で中国水汚染と入れてもらって調べていただきますと、もう赤い川、青い川、緑の沼、そしてもう紫の川に、そしてまあ虹色に光っているような川がもう色彩豊かなですね、もう川だらけでございます。中国という国、今揶揄されているのは南方の川はすべて汚染されている、北方の川はすべて枯渇していると言われる状況でございます。そして今外国の企業が買われている中にはもちろん中国系の企業もございます。じゃあ日本のその土地の所得に関して外国人に対する方の規制はありますかということを考えますと、外国人土地法というものがあります。しかしこれは1925年大正14年に制定されたものでございまして、防衛上大切な土地に関して陸軍大臣と海軍大臣の承認を求めるというものでございます。冷静に考えますと今の時代背景にまず1点目合っておりません。2点目考えますと、先進国において外国人だからという理由で土地の所得を規制しているところはほとんどございません。3つ目には、自由な経済活動に対してどこまで規制していいのか、そういうことを考えますと、この外国人土地法というのはほとんどもう形骸化しておりまして、これを活用するというのは皆様方本当に熟慮しなければいけない状況だと思っております。今話したことをですね、鑑みた上でですね、質問させていただきます。
世界銀行による中国の将来における安定的な水供給等について、厳しい予測など安全な水についての諸外国の関心が高まる中、水源となる土地の外国人による所得が話題となるなど、水に関するリスクについて関係する各省庁がより連携して取り組むことが必要となっております。水に関する省庁の横断的な取り組みについてご説明をお願いいたします。小池水資源部長。水は国民一人一人 の毎日の生活はもちろんのことでございますけれども、我が国 の社会経済活動の持続発展のためにも非常に安定的な確保が極めて重要であるというふうに認識しているところでございます。水に関係する行政につきましては、浄水、工業用水、農業用水など水の利用に関しまして、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省など、多くの行政の分野に関わっているということでございまして、十分に連携して諸問題に当たることが必要だというふうに考えてございます。このため政府一体となりまして水問題に対応できるよう平成21年1月に内閣府審議官と国土交通省水資源部長を共同議長としました14府省庁からなります水問題に関する関係省庁連絡会を設置して情報交換をしているところでございますし、また渇水時等の対応につきましては平成17年に11省庁からなります渇水対策関係省庁会議等を設置いたしまして情報交換等を行って連携に努めているところでございます。今後とも関係省庁と一層の緊密な連携を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。平塚君。ありがとうございます。おっしゃる通りですね、水の寛容能力というもの、水を保有する能力というものを考えますと、やはり田んぼや畑、もちろん森や林、そしてまた貯水槽やさまざまな分野を考えますと、農林水産省や環境省や経産省やさまざまな分野が責任を持って連携を取ってやっていかなければいけない。そのための法律というものもこれから考えていかないと思っております。ちょうどこの後出ると思いますのでよろしくお願いを申し上げます。まず最初に皆様方にそういった基本的なご理解をいただいた上で、ちょっとですね、300選挙区の中のですね、私の選挙区のちょっと本当に日本の中のちっちゃな話になってしまいますけども、少しお話をさせていただきます。国内の問題でございます。私の選挙区、柏の一部から始まりまして鎌ヶ谷、白井、印西、富里市、そして水町と境町、旧元の村、印旛村、そしてゼロ増語源によってひょっとしたら船橋市がつくかもしれないという状況でございます。若い先生と同じ選挙区でございます。その選挙区には手賀沼という沼と印旛沼という大きな沼がございます。実はこの2つの沼はですね、 今現在25年の、環境省のデータによりますと、印旛沼はCOD、 いわゆる水の、汚れている度合いを調べるものにおいてましては11ミリグラムパーリットル、そして手賀沼に関しては 9.3 ミリグラムパーリットルという形で、恥ずかしいことに日本の汚れている沼の1位と2位をいただいております。3位は宮城県の伊豆沼という形になっておりますが、この手賀沼と印旛沼、これ順位がコロコロ変わっておりますが、それはなぜかというとですね、その横に大きな利根川があります。その利根川よりも高い位置に手賀沼がございまして、手賀沼までこの利根川から水を上げるときにはポンプでこう上に上げますが、結果的に貫流させた後にまた手賀沼から利根川の方に水が落ちてきますので、利根川に対する水の総量は変わりません。ですから今現在ポンプで水を上げて循環させることができて、また水を戻すことができるので、手賀沼の水質というのは昔日本一の悪い状況からかなり改善されてきました。しかし印旛沼を考えますと、印旛沼にもしも手賀沼から水を入れた場合にはですね、千葉県を横断するようにして沼が続いて川に続きますので、東京湾の方に流れてしまいます。つまり印旛沼の方に利根川から水を流し込みますと、利根川水系の水の総量が変化してしまうので、下流の方の漁協の方々にも少し迷惑かかるので、なかなか難しい状況ではありますが、印旛沼というのはですね、周辺のいわゆる市、私の選挙区も含めて船橋もそうですし、桜もそうですし、千葉市まで水の生活用水を供給しているために、100万人以上の方々がその生活用水として利用しております。ですからどうしてもこの印旛沼の水質を改善していくというのは私の責務であり急務であります。そしてまたそれをつながっている長良川というものをなんとか一級河川にしたいというのは私の地元首長たちの願いでございますが、これはなかなか難しいと思いますので、そこのところは結構でございますが、質問に移らさせていただきます。
なんか言うかな。あ、ごめんなさい。じゃあやってください。すいません、ありがとうございます。じゃあ質問に入らさせていただきます。印旛沼の水質改善対策は国と地方が一体となって取り組むことが重要だと考えますが、その見解についてお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。足立水管理 国土保全局長。印旛沼のあの水質対策についてお答えをさせていただきます。あの印旛沼につきましては、委員ご指摘のとおり千葉県が河川管理者として管理をしておる湖でございまして、千葉県の飲料水、農業用水、工業用水、こうしたものの水源と貴重な水源となってございます。高度成長期にですね、周辺の開発や都市化の進展、こういったものが進みまして、青子が発生するなど水質が悪化し、昭和59年には委員からもご指摘のありました COD で13というような、あの非常に悪い値を記録したことがございます。まあ、そうした状況を受けまして、昭和60年にはですね、湖沼水質保全、特別措置法、いわゆる湖沼法でございますけれども、この指定湖沼に指定されてございます。これを踏まえまして昭和61年度に千葉県によりまして印旛沼に関わります湖沼水質保全計画、これが策定されてございまして、堤で、あの湖の底の泥でございますけれども、これの浚渫や下水道合併浄化槽の整備、畜産業におけます汚濁負荷の削減対策、工場からのですね、排出規制の上乗せ基準の、適用、下水道の未整備区域におけます家庭のその生活雑排水汚濁負荷減削減対策、まあ、こういったあの様々な取り組みが行われまして、そうしたことが功を奏しまして、ここ数年の COD は8程度のレベルで来ておるというふうに聞いてございます。しかしながら依然としてあの環境基準、であります COD3 という目標に対しましては大きく上回っておりまして、質面で大きな課題を抱えておるという現状であるというふうに思っております。委員ご指摘のとおり、あのこういったものにつきまして流域の住民の皆さんも含めまして関係機関がですね、総力を挙げて対応することがあの大事だというふうに考えておりまして、あの千葉県の方でですね、関係機関、と一体となって今取り組みを進めておるところと聞いております。私どもあの国土交通省といたしましてはですね、そうした取り組みをですね、しっかり支援していくように、努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上で。平塚君、ありがとうございます。100万人以上の方々が利用しておりますので、日本国民のうちの120分の1の方々が使っている沼だということを何とかご理解の上よろしくお願いを申し上げます。先ほどあの手賀沼の話をさせていただきました。手賀沼というものは先ほど言ったように利根川からポンプで上に水を上げることによって循環させて水質を良くしたという話があります。実はこのポンプ、皆様方ご存知の通り電力がない限りこれは動きません。そして前回の震災の際、これ、節電の要請によってポンプのこの稼働率を下げました。その結果手賀沼の水質が一気に悪くなった上で、今印旛沼が一番水質悪いんですけども、手賀沼の方が悪くなった結果印旛沼が2位、手賀沼が1位という、まあ、そういう不名誉な状況になりました。つまりインフラ、これを運営するにあたってはですね、どうしてもやっぱり電力というのは必要なんです。震災の後いわゆる水道が停電によって止まってしまったという事例もありますし、また高速道路をはじめさまざまな道路等において、もうすべて電気がなければ動くことができません。ですからこの夏どういう状況になるのか、また節電によってポンプが動かなくなったりしてまた 水質が悪くなったりする可能性もありますので、質問に移らさせていただきます。インフラの運用において電力は必要不可欠であると考えますが、今年の夏の電力の見通しについてはいかがか教えてください。経済産業省後藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。あのこの夏の電気の需給見通しでございますが、経済産業省の中で、総合資源組調査会、総合部会の下に設置しております電力需給検討小委員会というところで、専門家の検証を行っておりまして、その結果を4月の23日にまとめたところでございます。この中身を申し上げますと、2013年度の夏季の電力需給につきましては、2010年度の夏季の波の、夏季並みの、夏並みのですね、猛暑になるという可能性のリスク、もしくは、
直近の経済成長の伸び、それから家庭や、企業における節電の定着に関などを織り込んだ上で、確認したところ、いずれの電力会社の管内におきましても安定供給に最低限必要な予備率 3% 以上は確保できるという見通しになってございます。ただ他方その大規模な電源の脱落等が起きた場合には電力の供給が逼迫する可能性も否定できませんので今年の夏は数値目標を伴わない節電ということを要請させていただきたいということで6月の26日の電力需給に関する検討会議において決定させていただいてございます。この状況によりまして今年の7月1日からですね、その需給目標のない節電というのをお願いしたいというふうに考えてございます。平塚君。ありがとうございます。私は国民の方に理解していただきたいのが、日本のこの皆様方の日常生活を支えているためにはどうしてもインフラが必要で、そのインフラを維持運営するためにも電力が必要であると。それでまた水質の問題にまで電力が密接に関わっていることを理解していただいてもらって、やはり安全性が確保されている原発に関しては早急に動かすべきだということをここで発言をさせていただきたいと思います。時間がないので次の質問に移らさせていただきます。私の選挙区がですね、林元夫先生の選挙区の隣でございまして、成田空港はすぐ隣にございます。万が一首都圏において大規模な震災が起きた際、やはり成田空港等に自衛隊の部隊等が来てですね、救援というか救護したりですね、物資を運んだりする必要が出てくると思います。しかし東京から成田空港への、大きな主要な道は湾岸線等を使って千葉県の海沿いを走る道路しかございません。震災の時にはですね、ひょっとしたらこの道路問題がある可能性がございますので、やはり内陸部の方にしっかりとした動脈のような道路を作る必要があります。それがちょうど464号線いわゆる北千葉道路というものが今鎌ヶ谷市の途中で止まっております。この道路ができることによっていわゆる首都圏から成田空港への一般道のバイパスができる形になります。災害を考えて想定した場合にはこの道路は必要だと思いますが、今後の整備の仕方についての見識をお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。前川道路局長。お答え申し上げます。国道464号北千葉道路は東京外郭環状道路と成田国際空港を最短ルートで結ぶとともに、沿線にございます鎌ケ谷市、千葉ニュータウン、成田ニュータウンを連絡する重要な幹線道路でございます。北千葉道路の全体延長は約43キロですが、このうち鎌ケ谷市から白石を経て、印西市に至る約20キロが現在供用中となっております。また印西市から成田市に至る 13.5 キロについては、成田高速鉄道と一体となりまして平成17年度に事業を着手し、先月5月の31日に、一部区間を供用するなど、早期供用に向けて千葉県並びに、権限代行により国が協力して事業を進めております。委員ご指摘のように事業の見通しが立っていない区間はですね、市川市から鎌ケ谷市に至る約10キロのみとなっております。市川市から鎌ケ谷市の区間につきましては昭和44年に40メートルの幅で都市計画決定をされておりますが、周辺の道路状況でありますとか沿道の土地利用の変化を踏まえまして、現在千葉県が中心となりまして地元鎌ケ谷市、市川市、松戸市、さらに国も参加して調整会議を設置をし、道路構造を含めた計画について検討をしているところでございます。当該道路は市川市、松戸市、鎌ケ谷市周辺の渋滞箇所の混雑緩和の観点からも大変重要な区間と認識しております。国といたしましては引き続き千葉県に対して必要な支援をするなど早期整備に向けて努力をしてまいりたいと考えております。平塚君。ありがとうございました。これからも北千葉道路と長門川の一級河川の方よろしくお願い申し上げまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。